にして約8万冊と言われています。この8万冊のタイトル全てチェックしているという方です、まあ、方法はいろいろ、このノウハウもこの中に書いてあるんですけど、まあ、ちょっと編集者という役柄、まだ未だ世に出ていない新しい企画の本を出したい、そのためには今どんな本がどんな内容のもので出されているかというのを編集者として知っておかなければ、本を学長者の方にもこれはまだ書いてないですからぜひ企画として本にしましょうっていうことが言えないという理由から、まあ創意工夫を凝らして年間8万冊の本をチェックしまくっているという不思議なすごい編集者の方なんです。でそんな中でですね、まあ、そんなものすごい数の本を日々チェックしている中でこれ何すごく変なものにやっぱりかなり目をつけて、このベストチン賞はこの浜崎鶴さんが選んだ、実際にタイトルを見て気になって図書館に行って借りたり、なんか場合によっては地元の公共図書館から国会図書館まで行って閲覧してやっぱりこれ変だったっていうものをベスト100冊でしたよね、集めたこの本が、この変な本がすごいというこの本のリストでございます。さてじゃあどんな本が紹介されているのかと思います。一番最初、なんと新写真集、珍しい写真集ということでドリップボムというタイトル、中身は何かゲロ写真集でございます。はいみたいな、大丈夫っていうものが実は出版されていると。でも見るとひたすらゲロの写真しか出ないと。まあ、読んでみたいときたらタイトルも著者も出版社もちゃんとこの人書いてくれてるので、まあ、探してみてくださいねっていうの で次何かなと思ったら、障害者や老婆のヌード、タイズ、不老者、フランシュタインの写真集、まあ、死体の写真集なんてここで紹介されているのはザラで、例えば何でしょうね、一時話題になったんですけれども、一匹の死んだ魚が微生物に解体するされて食べ尽くされて全てなくなるまでを順々に撮っていった子供向けの写真集でしたとか、あとは何だろうな、あとは先ほど円周率の話が出ましたけども、かの有名な暗黒数学でしたが出した円周率101万桁表を出しているあの暗黒、何でしたっけ、暗黒通信社でしたっけ、そこが出している方がかなり多いと思っています。あそこってこんなのも出してたのっていうのが結構例えば国会図書館にしかない本というタイトルで国会図書館にしか本当にないとか、あとは何だろう、図書館にすらない本で正しい職務質問のやり方っていう職務質問の標本が実はあるっていうのを私ここで初めて知った。でしかもそれ2冊までシリーズが出てるんですけど、そのうちの1冊はとある公共図書館で借りられるというそういう情報まで載っていたり。はい、じゃあ質問のある方、どうぞ。もっとなんか他の方について聞かせてほしいですけど話してるとキリがないよ。どこを出しても本当に変なんですけれども、例えば、そうですね、時間があれなんですけど、私が、まあ、パッと出したのは、出版史上最大級の穴が開いた詩集、奉仕文学名作選とか、あとはちょっと後半で私もこれさすがに変だっていうのが、とあるブログを書籍化したんですけど、そのブログが完全に妄想で書かれていたとか、なぜこれが出版されて、なんで流通に載ってるのかとか、一切わからないというのが、そういったものかなと思います。ありがとうございました。はい、質問がある方。その中の本で実際に何冊ぐらいというか、まあ、実際に読まれた本があれば どういうものを読んだのかとか。申し訳ないです、読んだことがなくてこの中で唯一手に取ったのは先ほど申し上げた編集率1万桁表、まさに私が人生で初めてビブリオバトルをやった時の私の前に発表した学生がこれを紹介してたのでちょっと違う中身を見せたのだったっていうぐらいなんですけども、まあ、やっぱ変なのかなと思います。次まして質問のある方、どうぞ。それって書影持ってたりしますか？あ、持ってますけど、あ、普通にこの場合で、はい、あ、なるほど。中
な質問でしたら、はい、どうぞ。新書って評論系の本とか、実はノンフィクションとか、それとも小説の本に。この方は浜崎拓さん自身がフィクションを読むのが苦手という方なんだそうです。なので、この中に出てくる本は基本的にノンフィクションです。なので、小説などの変な本というのは載ってはいないですね。以上でしょうか。はい、では発表ありがとうございました。